人が普通にいるんです。文化財なんですが中で働く人がいます。羨ましいね。こちら愛知県で一番最初に国の登録有形文化財になった建物でして、なかなかおしゃれな建築様式ですけれども、バシリカ様式になります。教会でも使われる建築様式です。建てられた当初、こういった建物まだまだ珍しくて話題にもなったI'm gonna go to the hospital.